代表的なリボルバーカノンであるマウザー BK-27 リボルバーカノンは1本の方針に対しチャンバーが円周に沿って複数個並ぶシリンダーを持っておりこれを回転させて連射を行う機構を持つ機関砲である単一の重心に回転する複数の薬質を持つという機構が回転式拳銃と共通であるが回転式拳銃と異なり 薬室が断層を兼ねておらず、発砲直前に外部の断層から薬室へ次々に装填することで、持続射撃を可能としている。デフィ3 0 m m リボルバーカノンの機関部、カットモデルラインメタル RMK30 本形式の機関砲の利点は、通常の有定往復式機構を持つ重機に比べて、 高い発射速度を達成できることで、同じく高い発射速度を発揮できる、ガトリング方式の機関砲より、圧倒的に立ち上がりが早いことである。最高速度は超音速に達し高音速、線音速で巡行できる、現代の戦闘機同士のドッグファイトでは、機材の作動に要する1秒以下の間であっても、射点を大きく逃してしまうため、この点で、 リボルバーカノンはガトリングに対して多少のアドバンテージがある。また、リボルバーカノン方式の下方は、軽量でかさばらないため大口径か、蛍光弾数増大が、容易、メンテナンスが、比較的容易かつ低コスト、外部動力を用いず自力駆動が可能である。さらに、構造上、相談口を方針とは異なる、軸線上に設けることができるため、 テレスコープ弾との相性が良いとされる。回転式薬室は前後どちらからでも装填できる設計にすることができるため、テレスコープ弾を用いて前奏式設計とすることで、下方全体の全長を著しく短くすることもできる。作動方式はガス圧作動方式が主で、エーデン等一部に半導利用式が見られる。 この構造上の設計自由度の高さを応用し、ドイツのラインメタル社では燃焼式薬莢を用い、燃焼ガスを後ろに噴射して、反動を相殺する無反動機関砲、RMK30 を開発、試作している。RMK30 は、試作には成功し、攻撃ヘリコプターや装甲車、 艦艇などに搭載して実写試験が行われたものの実用にはいくつかの難点があり試作に終わった。欠点としてガトリングの持つ圧倒的な発射速度及び弾幕展開能力には及ばないことが挙げられ AMIX 軽攻撃機のブラジル使用機やトーネード IDS のように砲を2門装備することでそれを補う場合もある。また、 発射速度の高い自力駆動式機関法すべてに言えることだが、不発や地発があると作動不良に陥りやすいという点もある。基地に戻るまで修理できない航空機にとって致命的であるため、マウザー BK-27 では電気系統をチェックする弾丸型の検査装置を提供し頻繁な検査でも負担がかからないように配慮している。 構造上をのずと重心と回転する多薬室との間に隙間が多少なりともあり、高温、高圧の発射ガスがそこから漏れてエネルギーのロスが生じる。現代においてリボルバーカノンと呼ばれる火器は第二次世界大戦末期にナチスドイツのマウザーが開発したマウザー MG213 機関砲を元祖としている。結局 MG213 は 実用化が間に合わなかったが、その性能は当時としては、驚異的なものであり、西側諸国は試作品や図面を接収、新型航空機関砲設計の雛形型とした。このため、以後開発された、リボルバーカノン方式の航空機関砲は、基本的には、ほとんどが、この MG213 のコピー、もしくは発展型である。朝鮮戦争以降、 M61 バルカンの採用まで、アメリカ空軍が使用していた M39 は、MG213 の合計 20mm 型から、フランスの 30mm デフィ砲、イギリスの 30mm エーデン砲は、合計 30mm 型からの、ほぼ、フルコピーに近い存在である。また、パナビアトーネードや、ユーロファイタータイフーンに搭載される、 マウザー BK-27 は MG213 を開発した、マウザー自身により開発、製造された 27mm リボルバーカノインで、その設計は MG213 を 27mm 弾仕様とし、球弾方式をメタルリンク式からリンクレス球弾方式に変更した改良型といって、ほぼ差し支えない。m g 百十三のフルコピーではなく、各所に、 独自の改良を加えたものもあり、スイスのエリコン社が開発したエリコンカカ 30mm リボルバーカノンは作動方式はほぼ同様ながら独自の機構を持っている。また、フランスがラファール戦闘機に搭載するために開発した 30M791 があり、これらは MG213 を参考にしたものではあっても独自の設計である。 蒸気の他にもいくつかの試作品があるが、主に西ヨーロッパのもので、ソビエト連邦をはじめとした東、ヨーロッパ圏ではほとんど用いられていない。しかし、ソビエトは、前方相談式、テレスコープ弾仕様の R-23-23mm、航空機関砲を開発、実用化しており、スポレフツ -22 超音速ジェット爆撃機の、 ビブに装備された DK-20 リモコン銃座の装備機関砲に用いていたほか、水冷式冷却機構を持つ 30mm リボルバーカノンの NN-30 を開発し、AK-230 関西機関砲システムに搭載している。同じ重砲で前後両側からの相談を切り替え、可能なリボルバーカノンはさすがに実例がない、BS 世界のドキュメンタリー。 戦闘機のメガピットインチェコ空軍のサーブ39グリペンの定期検査を取材したドキュメンタリー。搭載されたマウザー BK-27 の分解整備を行っている。ありがとうございます。